ールを込み合わせた撮影がどんな風にできるかを一応やってみました。限られた場所ですでに撮影してるんですけども、公表できない映像とかがいろいろあって、まあ、パブリックなところで、しかも安全なところ でここはこういう疎水の非常時の排水をするところだと思うんですけども、コンクリートで非常に広くなっていて、道幅もあってすごく安全なところなので、スケートボードとか自転車の練習をしに来る人が以前から多いなと思ってたんですが、まあ、そこで今日はちょっと実験をしてみました。それではこれが付属で付いてるんですけど、この本体の重さが約10キロあるので、結構こう振り向きます。どうもさよなら。